ところがそこで陣痛が来ちゃいまして、赤ちゃん生まれました。1キロです。10年前でもアメリカのクイーンズメディカルホスピタル、ハワイの未熟児センターではとってもレベルの高いところです。立派に赤ちゃん1キロ育ててくれました。お母さんは3日で退院して日本に帰ってきた。さあ、1キロの赤ちゃんをほぼ3ヶ月100日間、保育器の中で育てました。ここから先皆さんに問題ですよ。10年前、アメリカで1キロの赤ちゃんを2キロに、そして3ヶ月ちょっと経ったところで、日本にいるお母さんに退院通知と同時に請求書が来たわけね。さあ、いくらだと思います?請求額。100日間、1キロの赤ちゃんを保育器で育てた。そしてその間は全く保険はなし、自費です。10年前の相場でいくらぐらいだと思いますか?さあ、誰か一人言っていただいたら、それを基準にしてどんどん競り上げていきますから、はい、どうぞ。はい、なんぼでしょう。1000万、なかなか天下村いい相場が出ますね。はい、1000万。はい、他ございませんか?もう一声どうです?ね、サザビーのあれみたいになってきましたけど。どうでしょう。3000万、ぴたり、ぴたりしょ。そうなんです。今はもう3000万、日本の常識は世界の非常識なんですね。救急車を呼んでも請求書が来ますからね。